皆さんこんにちは。34歳、4人の子供を育てる橋本圭吾です。今泉市長からご紹介をいただいたように、私は泉市長の進めてきた優しい証で、この街づくりをもっともっと継続発展させる必要がある、そう思って公募に立候補させていただきました。昨年の夏、秋ですね、泉市長が政治家を引退すると、こういったニュースが飛び込んできましたよね。それに衝撃を受けられた方も多いと思うんですよ。私もまさにその一人で、もう先ほどおっしゃいましたけど、35年ローンでこの明石市だったら子供を育てていける、安心して育てていける、そう思って家を建てた。それなのに泉市長を辞めるなんて聞いてないですよと、まあ、怒りにも似たようなね、ちょっとそういう思いが込み上げてきまして、じゃあこれからの明石はどうなるんだと、誰が守っていくんだと。で、私行政の中にもいましたので、リーダーが変われば町が変わる、政策も変わる。そして子どもの未来を応援するか否か、高齢者の福祉を守るのか、障害者の福祉もっと拡充させるのか、そういったところの現実、皆さんの生活に直面する課題がどんどん変わっていってしまうっていうのを、行政の中からもはっきりと分かっていましたので、もうこれはもう誰かがやるんじゃなくて、もう自分がやるんだと。自分がこの優しい証、この街づくりを今後も継続させる、そしてさらに発展させる、そういう強い思いを持って、何か使命感のようなものが湧いてきまして、この証の優しい政策、これからもずっとずっと続けて、皆さんが安心して暮らせる街、さらには子供がいくら生まれても私のように3人4人と子供を授かることができても安心して育てていける、そういった社会をここ明石から継続発展させて、さらには国や兵庫県、そういった地域にも波及させていく、もう地域から国を変えるんだと、明石から国を変える、そういった強い思いで立候補させていただく予定になっております。皆さん、まだまだ私未熟者なんですけれども、本当に泉市長の下で政策さらに勉強させていただいて、皆さんにもたくさんご指導ご鞭撻をいただきながら、なんとか微力ながら頑張ってまいりますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。34歳4児のパパ橋本圭吾でした。ありがとうございます。ありがとうございます。でもやっぱ硬いですね、公務員やね。